お隣の天使様にラジオでもダメ人間にされていた件。テレビアニメお隣の天使様にいつの間にかダメ人間にされていた件、椎名真秀役の岩見真中です。この番組は1月より放送が始まったお隣の天使様の魅力をお伝えする公式ラジオ番組です。いや、早くも3回目の配信が始まりました。今回は白川千歳役の白石遥さんがいらっしゃるということで、白石さんの印象を語らわせていただきます。白石さんは私がこのお仕事に就いた時にデビュー作で一度ご一緒させていただいたことがあってから、それ以来で久しぶりに今回この作品でメインでご一緒させていただいたんですけど、本当に美しい方で、なんか本当に、待っててください、紹介があるんで。なんかアフレコ現場とかもすごく盛り上げてくださったり、お話ししてくださったり、なんか本当お姉さんみたいな立ち位置で今回お隣の天使様の現場にいてくださったなという印象でございます。はい、ちょっと声聞こえてたと思うんですけど、早速紹介していきましょう。今回のゲストは白川千歳役、白石遥さんです。はい、皆さんこんにちは。いらっしゃいませ。白川千歳役の白石遥です。よろしくお願いします。ようこそいらっしゃいました。いや、めちゃくちゃ恥ずかしい。目の前でそんなに褒めてもらっちゃったらもうね、いやいや、でも照れちゃうのと同時にそのままではいられない。もう突っ込みたくって。ちょっとフライングでいらしてましたけど、さっき。もう喋っていい。本当にね、こうやってラジオでね、お話しすることも、うん、なかなか、そうですよね、なかったし、うん、お隣の天使様で表にこう出るというか、うん、っていうのも、うん、そうだね、そうなんですよ、2人一緒にやれるのは初めて、はい、初めてなので、あ、とっても楽しみにしてました。私もです。楽しみにしておりました。よろしくね、お願いします。うん、お隣の天使様が放送になってて、私たちの世界線だと1話がちょうど終わったタイミングなんですけど、うんうん、反響とかあったりしましたか？実際放送を見た時にもうさ、私は1話にはいなかったから、はいはいはい、うわー、もうなんかもうまず真昼のこの天使っぷり、やっぱ動いてるの見た時により感動しちゃって、うん、このもう一つ一つの目の動かし方とか、うん、髪のなびきとか、うん、うわ、めちゃくちゃ美しいなと思って、それにね、まず感動してしまって、いや、早く続きが見たいなという現状でございます。めちゃくちゃ綺麗ですね。そうそう、で、先行上映とかに足を運んでくださったお客さんからも、はい、実はその感想をもらってたりとかもして、そう、その前にね、アベマの方の生放送に出させていただいた時に、アドリブを結構やったんですよみたいなお話をねしてたんだけど、はい、そこも注目して見てくださった方が、ここもしかしたらね、いっくんとのアドリブなんじゃないかみたいな風に想像して見てくださってた方とかもいたので、それがすごく嬉しくて、今後のな、アニメの方の放送では出てくると思うの で、 うで、ね、皆さんぜひぜひ注目してください。もういっちゃいちゃでしたもんね。そう、この先だとね、めちゃくちゃそういったシーンも出てきますし、アドリブも満載でございますので、よろしくお願いいたしま す、まあ、現状その聞いてらっしゃる方は3話まで見てくださってるということで、うんうんうん、その3話までというか3話のお話をこの後のコーナーでしていきたいと思いますが、うん、はい、千歳さんとご自身で似ているとことかってあったりします？うんうん、あー、どうなんだろう、私キャラに自分が寄ってっちゃう癖もあるの。おー、そうなんですか？そうなの、だから、はい、千歳ちゃんだとこうみんなといる時にわーってしてられるんだけど、うんうんうん、はい、逆におとなしいキャラクターとかやらせていただく時は、はい、自分自身もあんまりこう、パッと出ていけなかったりとか。自然とですか？そうなの、なんか自分の中でどっ
か勝手に意識しちゃう部分はあるのかもしれないんだけど、自然と寄ってっちゃうところがあって、だからまあ空気感的には今は千歳ちゃんに近い気がします。天様の収録時は特にみたいな感じだったんですね。そんな感じだった気がする、みんなとの関係値みたいな、でも本当に盛り上げてくださっていて、輪を作ってくれるみたいな嬉しい印象はずっと。でも千歳ちゃんと同じ部分が一つ、自分の中で言えるとしたら、天使様とこう実際に対面した時に、うわーなんてそんなお肌ツルツルで綺麗なのって言って、どんな風にお手入れしてるんだろうって言って触ろうとしてたじゃない。はいはい、してました。ああいうところとか多分私やっちゃうと思う、でも白石さんの肌がめっちゃ綺麗だから、いやいやいや逆に教わりたくなっちゃいますけどね、きっとみんな。いや、マナちゃんの天使っぷりに私は現場でね、すっごいなんかこれはセクハラにならないだろうかと思いながらもデレ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 してたんで、ねじってくださってね、本当に愛おしいからさ、ありがたいです、本当に。なんかそういったところはね、もしかしたら似てるかもしれないなと思ったりしますね。はい、ありがとうございます、キャラクターと白石さんのお話が聞けたところでですね、じゃあ白石さんと共にこちらのコーナーお届けしていきたいと思います。はい、バーン、今週の天様バーンちょっとこれ1回目の時にやっちゃって、もう後に引けなくなっちゃってでこれ晩餐会でやったんですよバーン、今週の天様って言ったらバンだけにって聞かれてわーそんなつもりなかったその2人は離れたところで見てたかったわちょっと引き続きちょっとやっていこうと思います。いや、いいよ、めちゃくちゃ素敵どんどん逆にBGM 口で言うの増やしていこういやいやいや、ちょっとバーンとかジャーンとかちょっと痛いかもしれないですよね大の大人がそんなやっちゃってますけど、いやみんな聞きたいよ多分お客さんも喜んでました、うん、嬉しい、なんて優しいんだ、絶対嬉しいよ、ありがとうございます。マナちゃんの声で聞けるんだもの先日ですね、第3話天使様へのご褒美が放送されました、その3話はどんなお話だったかっていうのを今から振り返っていきたいと思いますけれども、あらすじを読ませていただきます。天音の住むマンションへ突然母親の志保子が訪ねてきた、天音の部屋を訪れていた真昼には、急いで隠れてもらうが結局見つかってしまう真昼を天音の彼女だと信じて疑わない志保子に戸惑う2人、息子思いの志保子の優しさに触れ名前を呼んでもらったことを嬉しがる真昼を見て、天音はそっと真昼の名前を呼んでみる、その日からお互いを名前で呼び合う日々が始まった。いいよね、もうあらすじからあまあまいいよね、もうお互いだけですもんね、名前で呼び合うそうそうそう、のはなんか秘密ですよって学校で出ないように気をつけましょうねっていう、あの二人の会話もめちゃくちゃなんだそれ、いいなめちゃくちゃもうしほこさんに超、共感ですね、ナイスナイスありがとう、お母さんもめちゃくちゃキャラ濃くていいよ ね金本さん演じられてるしほこさんが本当になんかもうグイグイで、しかも若いんですよね、なんかもう、テンションも若いし、なんか天音くんがあたふたしているみたいな、ね、なんか友達みたいなテンションで来てくれるからこそ、ね、いいんでしょうね、関係が強いですしね、ちょっとしほこさんも、だからなんかその関係もいいなって思いましたし、なんかまひるちゃんもやっぱり戸惑ってましたけど、ね、結局なんか丸め込まれて、連絡先まで渡しちゃうみたいなね、まひるんって結構さ、なんかあんなこう柔らかい感じの雰囲気でありながら、芯すごい強いじゃない、だから天音の前とかだとすごいちゃんと自分の思いを通したりとかもするし、それがしほこさんの前だと通じないっていう、そうなんですよね、もうどんどん巻き込まれちゃうみたいな感じの、もう顔も見れましたけど、いやでもナイスでした、あれはね、しほこさんのナイスアシストによって名前呼びは素晴らしい、素晴らしい、ときめきますね、ときめいたよ、もうあの二人の最後の会話とかも最高だったから、これ3話のラストで、あってなるんでしたっけ、ばったりベランダでなりますよね、そういやでもなんか私思ったのが、クリスマスイブを一緒に過ごしてくれる友達カップルすごいなって思いました。ああ、二人
人だけじゃなくてね。そうなんですよ、うんうん、あまねくんも巻き込んで、うん、一緒になんか過ごそうよみたいな、確かに言ってくれる、うん、そのカップルが、うん、なんて優しいんだ。優しいのかな、うん、どうなんだろうね。でも関係値的なものはすごいいいよなとすごい思うね、うん、確かにですよね、うん、あの二人がやっぱり飾らないっていうか、うんうん、まあある種あまねの前であれだけイチャイチャできる二人だから包み隠さないですよね。そう、遠慮ないところが良、うん、くも悪くも、うん、ああいう風な形にできるんだろうなと思いつつ、うん、そうだそうだ、は複雑になったりするよね。そうですねなんか二人で仲良く、ケーキもそうなんです、うん、食べてました、あのご褒美の、まひるちゃんはすごく優秀な子で、うん、まあもちろんそれは努力して優秀なんですけど、うん、あんまり褒められたりとかないじゃないですか。そうだね、褒めてくれる人もいなかった中で、うん、天音くんはそれを見ててくれて、ご褒美を渡してくれる。イケメンですよね、なんか天音くんって、ね、あんなこう、うん、自分に自信なさげな感じ出してるけれども、うん、一個一個ちゃんと紳士だしそうなんですよ、うん、見ていてくれるし気づいてくれるとか、うん、そういうのは本当にね、モテ男子のそれですよね。そうだよね、人生とかにプレゼント何がいいかなってアドバイスもらったりしててさ、うん、はい、ちゃんとそれを自分でね勇気出して買いに行ったりとか、そういうのもすごい偉いなと思うしさ、実際に相手を思ってね、うん、優しいですしね、そもそも、うん、クマのぬいぐるみ持ってるマヒルンがめちゃくちゃ可愛かったもん、なんかマヒルちゃんが好きそうな、まあ、クリームのプレゼント、うんうん、プラスね似合いそうなものみたいな、うん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 、そのなんかテクニックもすごいよね、持ってますよね絶対。だから天然でそれやれちゃうところが、うん、素晴らしい、本当に、うん、マヒルもアマネもすごいな、うん、そういうの見ててもなんかほっこりしちゃうし、キュンキュンしちゃうし、ね、基本的にさ、だってこの作品は、うんうん、お家の中と学校とのやっぱ行き来じゃない、うんうんうん、そうですね、そうだけれども、うん、見てて全く飽きないの。いやそうなんですよ ねずっとその二人のこうジレジレキュンキュンの繰り返しだから、なんかそれがあ頑張れ頑張れとか、どうしてそこでみたいな、それがね本当に毎回超楽しくて本当にでも分かります、その気持ちは。そんなこんなでこの先どうなるのかすごく気になるところではあるのですが、見守っていきましょう。そうですね、もうついにその次回が今週1月28日22時半から4話放送となりますので、うん、はい、皆様楽しみに待っていてください。楽しみに。以上、今週の天様のコーナーでした。お隣の天使様にラジオでもダメ人間にされていた件、みんなのお悩み聞いちゃいます。バーン。続いてのコーナー、このコーナーでは天使のように優しく誰からも頼りにされている真昼のように、私岩見真中がゲストさんやリスナーさんから募集したお悩みにお答えするコーナーです。本日は2回目ということで、ゲストの白石さんからのお悩みをご紹介できればと思うのですが。ありがとうございます。あります、あります。めちゃくちゃ焦り屋さんなの。意外です。本当、なんか目の前で起こった出来事だったりとか、まあ生放送だったりとか、はいはいはい、そういうのも全部なんかうわーってなっちゃって、その瞬間に見間違い聞き間違いがすっごい増えるのなんかなんて言ったって言ったら大体違うことを相手の子は言ってたりとかするから、なんか私注意散漫なのかな。いやいや、でもなんかすごいしっかりしてらっしゃるイメージがずっとあるから。本当？私はまだ白石さんそのあたふたに出会ってないですけど。本当に？でも自分であたふたしてるんだよってことですもんね。そう。そっか、それは休んだ方がいいんです。休んだ方がいいんです。いやいやいや、別に、あ疲れてるとか別に
そういうことじゃないんだよ。なんかどうなんですかね、もともともとですか、もともとそういう性格なのかもしれない。本当改札で鍵を出したりとか。改札で鍵を出す。そう、携帯とゴミを持ってたら携帯の方をゴミ箱にしてたりとか。それはもう多分慌て屋さんというか天然少女みたいな。天然少女実は天然だったみたいな、オチなのかもしれないですけど。そうなのか。うん、まあ多分重力が足らないんだね。例えば、めっちゃこたつでまったりしてる時も間違えちゃうんですか。それとも、そうだね、あ、次あそこに行かなきゃ、じゃあ走るぞぐらいの時に、あ、お、間違えたみたいなことなのか。あ、でも、まあ急いでる時の方が、より増えるかな。でもそうですよね、多分ね。前なんか友達とグループラインで会話をしてた時に、そのタスキっていう文字を打った子がいて、でそれを私がタヌキって送ったところからずっとタヌキタヌキわら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 タヌキわらわらわら、え、なになんでみんなタヌキ、私が言ったことで笑ってるの、タスキだよって。え、かわいいですけどね。なんかそういうのがすごい日常に溢れちゃってるから、私的にはねちょっと困ってて。え、天然みたいなことですよ多分。今聞くと見間違いとか、聞き間違い、捨て間違い、捨て間違い、全て天然によるものな気がしますけどね。そうなの。あんましかも自覚がないところも、あ、リアル千歳みたいですね。リアル千歳か。そうか、そう考えたら逆に元気が出てきたぞ。多分常にパタパタしてるから、それによってね、起こるそういったアクシデントはつきものなのかもしれない。わかりました。お、はい、そんな白石さんに、僭越ながら私助言をさせていただきます。お願いします。毎日10時間寝る。睡眠時間を伸ばそうと。はい、10時間長っ。寝たら多分慌ても収まりそうです。そうか、まあ休息が大事ということですね。おわカフェで、あったかいものを、あったかいもの飲む、いいねとかですかね。なるほどね、休んでねってことですか。ありがとう。そうそう、でもそんな慌てんぼな一面もいつかちょっと見たいですけどね。本当、キュンとしそうです。え、なんか常にしっかりしてるイメージが結構あるからこそ、そういうなんかちょっと抜けたところがチャーミングに思っちゃいますね。嬉しい、まなちゃんが優しいからだよそれは。ありがとう。いやいやいや、でも無事解決いたしました。しましたか。ありがとう。とんでもござあせんということで、あ、スタッフさんからのお悩みも今回あるということで、いいですか、紹介していっても。これですか。ぜひ聞きましょう。定連、彼女いない歴が10年です。お、34歳男です。全く彼女ができません。どうすればまひるちゃんのような素敵な彼女ができますでしょうか。まひるちゃんは無理だよ。あら。まひるちゃんは無理だ。一刀両断。まずまひるちゃんのような人がこの世に存在したらとてつもないことだよ。確かに、もう高嶺の花みたいになりそうですね。あ、社内恋愛とかもありって。あ、社内恋愛どうですか。社内恋愛この方、でもどうなんだろう、10年ってことはきっと社内だと相性ぴったりっていうのが出会いなかったみたいな感じなんですかね。なかなか難しいのかもしれないね。え、でもどうなんだろう、それこそさ、周りに幸せそうな素敵なお友達がいるのであれば、同性の、子とかに、その周りにいる方を紹介してもらって、そこからご飯に行って、積極的に自分から連絡してみるとか。いっぱいありますね、周りからの紹介みたいなのも。なんか自分から幸せをつかみに行ってる人は、横に人がいる気がする。確かに、なんかさ、すごい積極的じゃない、幸せそうな人って。勝手なイメージだけど、私の周りのお友達もそうですね、結構自分から声かけに行ったりとか、なんか女の子でもすごい、あの職場で自販機の入れ替えをしてたお兄さんが、あの、その子は店舗で働いてたんですけど、近くに自販機があって、そこに毎日あの買いに来るお兄さんがすごく真面目
にお仕事をされてるっていうので、うんうんうん、その姿が素敵だなって思って連絡先を私に言った友達がいて、だからなんか、その方は多分びっくりされたと思うんですけど、うん、なんか一生懸命仕事してる人は見てたんだね、誰かが見てるみたいな、そうなんですよ、だからそういうのも素敵なお話だ、ね、ありかもしれないですよね、絶対さこの方のことを頑張ってお仕事してる姿を見守ってる人だっていると思うし、いますよね、そういう人を逆に見つけるのもいいかもしれない、うんうんうん、自販機のお姉さんがいるかもしれないし、お姉さんいるかもしれないそうだそうですね、うん、はい、じゃあ、うんうんうん、一生懸命働くということで、あ、そうですね一生懸命働いているところ周りをたくさん見る、確かに目をちゃんとそういった感覚を光らせておくっていうのも大事なことかもしれないね、じゃあきっとそうしたら素敵な出会いが待ってるかもしれないので、うん、ぜひとも試していただけたらと思います、頑張ってください、頑張ってください、続きましてもう一方紹介していきます、はい、うん、この時期寒くてなかなか布団から出られないので克服方法を教えてくださいといただきました。わかるな、わかる人しかいないないやでもこれ私もう本当に暖房つけっぱっていう、うん、あ、暖房つけっぱ、はい、え、まなちゃん暖房つけっぱ、はい、な、喉大丈夫、喉大丈夫なんです、すごいね、なんか加湿器とともにつけっぱみたいな感じで私は乗り切っているんですけど、私はさ、うんうん、お布団をさずっとそのまま自分にかけながら、うん、一旦ちょっとソファーの方に移動するのずる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 ぬいぐるみが歩いてるみたいになりますね。ずるずるずるで、ぼーっとそのまましばらくテレビとか見てたら、うんうん、あの体はさ、はい、ちゃんと起こしてるから、うんうん、横にはなってないから徐々に徐々に起きてきてその間ねずっとアラームは鳴り続けてるの。おーおーおー、うん、止めないんですか？止めてるの何回も私毎回、はい、例えば6時半に起きたかったとしたら、6時から6時半まで5分おきにアラームをかけ続ける人も、はいおーおーはい、絶対起きれますね。そうだからその間にちゃんと自分で、あの、うんうん、布団をくるまったままでもいいから、うん、そこから体を起こして止め続けて、うん、でいつしか起きてさ意識がパッてなってきた時にはもう何回も何回も止めてるから体が温まってんだよそうですね、え、じゃあその余韻というか、うん、起きてから体が起きるまでの前兆みたいな時間が設定されてるってことですか、うん、あ、そう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 、そうですよね、まさかで家出る30分前とかに設定してないってことですよね。違うよ、違う、ちゃんと自分が起きなきゃいけない時刻が、うん、から逆算して、もちろん、じゃあいいですね、その手法いいですね、私、うん、初めて出会いました、布団ごと起きてくる人布団ごとこのスタッフは毎回二度寝してるみたいで、あ、やばい、あ、じゃあアラームからですね。そう、そこだよ、だから私と同じタイプの人だから、うん、やっぱり何個も何個もアラームかけとくといいと思います、うんうん、私は携帯のアラームと目覚まし時計、うんうん、爆音で鳴るやつ、はい、しかもあの押せないとだん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 こうボリュームがどんどん上がっていくやつ、何それ面白いですねもうそれ食べないと自分がキャーってなるから面白い、そうなる、本当に起きなきゃまずい時間にちゃんとそれを設定しとくの、はい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 、そしたら携帯を何回も何回も止め続けても、はい、それが最終的にデッドラインになってるからイエーってなったらドーンって止めてよしみたいな、もうそこまで来たら起きるぞみたいな、そこまで来たらもう無理やりにも起きましょうっていう、いいですね、うん、もうじゃあ、うん、この方は、うん、爆音目覚まし時計を買い、うん、布団とともに起きる、あ、イエスイエスいい、これが解決策でございます忙しい朝になっちゃうご参考ください、はい、このような感じでですね、リスナーさんからのお悩みも私たちお答えしていきたいと思いますので、いいね、ぜひぜひ皆様メールを送ってください、うん、以上みんなのお悩み消えちゃいますのコーナーでした。お隣の天使様にラジオでもダメ人間にされていた件、ここからはインフォメーションです。
お隣の天使様にいつの間にかダメ人間にされていた件は毎週土曜日22時半より東京 MX 他にて放送中です。さらにアベマほか各プラットフォームでも配信中なので皆様ぜひご覧ください。お願いします。放送情報配信情報は公式ホームページをご確認ください。はい、続いては企画情報です。毎週土曜18時に日本全国各地を真昼と巡る物語 Always with you どんなところへも君とが絶賛実施中でございます。現在までは、関東地方までが公開されているので、はい、今後の展開もご期待ください。今ね目の前に ね実際に出していただいてるんですけれども見てください。いやー最高だ。可愛すぎるねえ、可愛すぎる。しかもさ全部その服とか髪型とかポーズとかも、そうなんですよ、違うんだね。いや本当になんか自分たちのいる、この3次元に、まひるちゃんが降り立ってるんですよね。ね、うわー最高。私が撮ったって言いたいこれは私が撮った。デートナウっていうね、デートナウ、あ、いいデートナウに使っていいよって。いや使えるくらい。あ、じゃあさっきの34歳マヒルのね、これでデートナウつぶやいていただいて。そうですね、でも彼女ぐらいの気持ちで、そうですよ、この Always with you を楽しんでいただきたいですね。めっちゃいいじゃないですか。だって確かにめっちゃ幸せな気持ちになるもん、これ見てるだけで。本当に可愛すぎて一枚一枚すごいじっくり見ちゃいたいねくらいの、本当に溶け込み方が、衣装とかも細かいよ、ね。いやもう本当に皆様もこれからもお楽しみにということで、ぜひチェックしてみてください。はい、続いてはフェア情報です。お隣の天使様ゲーマーズウィンターフェアが2月9日木曜日までゲーマーズ全店オンラインショップにて開催中です。期間中お隣の天使様関連商品をご購入ご予約で特典クリアカード全5種をランダムで1枚プレゼント、冬仕様のまひるの書き下ろしビジュアルを使用した商品は必見です。詳しくは公式ホームページそしてツイッターをチェックしてみてください。はい、お願いします。続きまして原作情報です。原作小説は現在8巻まで発売中ですので、ぜひアニメと合わせてこちらも楽しんでください。お願いします。お願いします。以上インフォメーションでした。お隣の天使様にラジオでもダメ人間にされていた件。早いものでエンディングのお時間が迫ってきてまいりました。白井さん、本日はありがとうございました。かわいい。もう台本のままで。台本のね、ちゃんとそのまま言って偉いよ。甘やかしてくれる。いや、めちゃくちゃもう冒頭始まった瞬間から、ずっと私ニヤニヤしてた。いや、お互いですよ。超かわいい。なんか、バーンをもっと聞きたいなっていう私のこう、恥ずかしい。気持ちが高鳴ってしまったから、嬉しい。ぜひとも、もっともっと好感をください、はい、好感をください、初めて言われました好感を初めて言ってもらいましたありがとうございます。超癒される。好感音に自信がつきましたバーンとかジャーンとかね。いやもうね、ララーンと積極的に頑張ってやっていこうと思うんですけど、私も白石さんとこうやってちゃんと二人きりでラジオできて嬉しかったです。ね、ありがとう、嬉しかったですでもなんと白石さんには来週も出演いただけますので、引き続きよろしくお願いいたします。お願いいたします。そんな次回の配信は2月1日になりますので、皆様お楽しみに。楽しみに。それではさようなら。